ロンドン、バーリントンアーケードのペンハリガンの店舗ペンハリガンは、1870年に、ウィリアム・ヘンリー・ペンハリガンが設立した、イギリスの香水メーカーである。ペンハリガンは、コーンウォール出身の利用士で、ロンドンに出た後、宮廷利用士及び調香師として、ビクトリア女王に仕えた。1903年に、アレクサンドラ王妃から、初のロイヤル・ガラントを受け、現在は、 エディン・バラコ及びプリンス・オブ・ウェールズが授与した二つのロイヤル・ワラントを保有している。最初の店は、ウィリアム・ペン・ハリガンが利用士として働いていた、ジェルマイン・ストリートのハンバームの隣に位置していた。二号店は、セント・ジェームズ・ストリート33番地で、ジェルマイン・ストリート店とは、裏側でつながっていた。1920年代後半に、事業拠点をバリー・ストリートへと移転。 1941年のロンドン大空襲で最初の店舗は破壊されたがバリーストリートの店舗は無事に残っていた。1975年シェーラ・ピックルズと彼女に助力したイタリアの映画監督フランコ・ゼフフィレッリによって新たな店舗がコベントガーデンにオープンする。当時自身のアシスタントを務めていたピックルズからペンハリガンのブランドの取得を勧められたゼフフィレッリは ビスコンティが使用していたハマンブーケの香りに魅了されていたこともあり、同社の買収を決めた。ピックルズはウィリアム・ペン・ハリガンが残した彫刻を受け継ぎつつ、新たな彫刻紙を雇用し、女性を対象とした伝統的なフローラルな香りの作品を導入した。特にユニークで特徴的なブルーベルは今なおベストセラーとなっている。年月日付で、 スペインの化粧品メーカーのプーチがアメリカを拠点とするプライベートエクイティファームからフランスの香水メーカーのラルチザンとペンハリガンの株式を取得、現在は両社ともプーチの参加にある。ロンドンにはコベントガーデンの機関店のほか、バーリントンアーケード、リージェントストリート、メイフェア、キングスロード、イズリントン及び王立取引書店があり、最近では コベントガーデンに2軒目の店舗がオープンした。ロンドン以外でも、エディンバラ、ケンブリッジ、チェスターのほか、パリ、ニューヨーク、香港、シンガポールなどに支店を持ち、国際的な事業展開を行っている。ペンハリガンのオード問われ、オレンジブロッサム、ペンハリガンの、バニティーズハンドボディクリーム2009年7月から2011年までの期間に、過去の作品から、 アンソロジーコレクションとして以下のような作品の販売を開始した。ウィキメディアコモンズにはペンハリガンに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。